207丁目駅はマンハッタン区インウッドの207丁目と10番街交差点に位置するニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイマイナス7番街線の駅である。1系統が終日停車する。建設中の駅駅は1906年に建設が完了していたが、付近の人口密度の低さが影響して、開業は1907年4月1日となった。 1916年には当駅で事故が起こり、乗務員1名と乗客12名が負傷した。1948年7月9日には当駅から238丁目駅までの各駅のホームが延伸された。この342万3000ドルの投資が行われた。当駅は相対式ホーム2面3線の高架駅で、中央の急行線を使用する定期列車は設定されていない。 ホーム端に展示ブロックがありながら、防風壁の劣化が顕著であり、壁には、ニューヨーク市地下鉄標準の駅名標がついている。屋根は濃い赤色で、緑色の柱で支えられている。また、北側に207丁目車両基地への分岐があり、近くには渡り線もある。オポホラップ製作のアートワークエレベーテッドネイチャー、i4 が南行ホームの駅舎に飾られている。 改札は各ホーム中央に位置し、改札内で南北ホームの行き来はできない。南広ーム側の改札に駅員が配置されている。南広ームからは207丁目と10番街、交差点の北西、南西に北広ームからは同交差点の北東、南東に階段が接続している。なお、北東の階段から入場することはできない。ありがとうございます。